ボールディ・チャールズ・アラン・パウナルは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は少々。後に、第38任務部隊及び、第58任務部隊とも呼ばれる、高速空母任務部隊の初代司令官であり、中部太平洋方面の日本軍拠点を繰り返し、空襲して、ギルバート・マーシャル諸島の戦いに大きく貢献した。ものの、式ぶりが一部の上層部及び部下からの不況を買って、 更迭される第二次世界大戦終結後の1946年5月30日から1949年9月27日までの間はグアムを日本軍から奪還してから3人目のグアムの軍政知事を務めるが1948年にグアム議会と対立しグアム住民を軽視して自分に反対する議員を自らに 忠実な議員に置き換えようとするなど政治手法に強引さが目立ち、その政治手法に対する抗議の声は、最終的には、ハリーエストルーマン大統領を動かして、グアムの統治形式を民政へと移管することになり、結果として、最後のグアムの軍政知事となった。なお、電気については一部不明な部分があり、経歴の一部、生誕地、死亡土及び大疫年は、はっきりしない。 ボールディッコとチャールズ・アラン・パウナルは1887年10月4日に生まれ1910年に海軍兵学校を卒業する。卒業年時からアナポリス1910年組と呼称されたこの世代の同期にはマーク・ミッチャー、テッドことフレデリック・シー・シャーマン、ジョージ・ディ・マレー、後にレーモンド・スプルーアンスの参謀となるチャールズ・ジェーム・アラがいる。ちなみに 卒業成績は131名中81位で、103位だったミッチャーを上回っていた。第一次世界大戦時、パウナルは、小海艇ベデットの艇長となり、大西洋を往復する輸送船団の護衛と、大戦相当に従事し、その功績により、海軍従事賞が授与された。ベデット艇長としての主君は、敵の潜水艦や機雷が潜む海洋の中を、 軍隊や物資輸送の護衛を務め、護衛上最も重要で厳しい任務を遂行した。大戦終結後の1920年代から1930年代には、パウナルは、駆逐艦、ジョン・ディ・フォード艦長やアメリカ海軍、航空局機材部門勤務などを経て、 大佐に昇進後の1938年12月21日から1941年3月21日までの間は空母エンタープライズの艦長を2年3ヶ月務め、同艦の艦長としては最も長く在任した。後にビッグイ、e、ーと損傷されたエンタープライズの現役艦としての艦歴の中で365日を超えて艦長を務めたのは パウナルとパウナルの後任として1941年3月21日から1942年6月30日まで勤めたマレーの二人だけである。エンタープライズ時代には完熟航海を通じて、後に武勲をもたらず、石杖を築いた。真珠湾攻撃による第二次世界大戦参戦後も前線での戦闘経験がなかったが、1943年に、 入り、環境が大きく変わることとなる。パウナルは、1943年8月の時点では、少々の地位で、西海岸艦隊航空団指揮官の任にあった。1942年から1943年に、かけて、日本への反撃進路としては2つの主要候補があり、候補の一つ、中部太平洋方面への進撃は、 海軍の米西戦争以来海軍が主要進撃路として主張していたものであり、ダグラス・マッカーサー陸軍大将らが主張するニューギニアからフィリピンへ帰還する主要進撃路とは真っ向から対立していた。統合参謀本部の裁定で両案を設置したような進撃路が策定されたが、海軍側はこの裁定を待たずして空母の大量整備に乗り出していた。これが SX 級航空母艦やインディペンデンス級航空母艦をはじめとする新型空母の数々であり中部太平洋方面への進撃の主要戦力として活躍する手はずとなっていたしばらく後に第5艦隊と呼ばれるようになるこの戦力を率いるのは誰か士官以上の人間の間では一大関心事であったソロモン諸島の戦いで 日本軍と未だ相対峙していた南太平洋部隊司令官のウィリアム・ハルゼー大将は戦線の重要性から候補から除外されているという推測があったものの一中の候補は合衆国艦隊司令長官兼作戦部長アーネスト・キング大将と太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ大将しか知り得なかった航空パイロット出身の士官は パイロット出身者がその職に任命されると期待していた節があった。当時、パイロット出身の士官で最も好意だったのは太平洋航空部隊司令官のジョン・ヘンリー・タワーズ中将であった。タワーズはハリー・イアーネル大将との面談で空母部隊を率いる人物の理想像として次のように述べていた。この有力な部隊を活用できる能力と想像力の 程度によって太平洋における合理的かつ迅速な勝利か、長期消耗戦かの差が生じるだろう。空母航空作戦は高度に専門的であり、徹底的にその訓練を受けた士官によって実施されるべきである。ジョン・ヘンリー・タワーズ、谷光太郎、米軍提督と太平洋、戦争410ページに要約すれば、タワーズは、 自分にその職を当てろと主張しているに等しかったが、キングやニミッツから煙たがられている三上タワーズの第5艦隊司令長官や指揮下の空母、任務部隊司令官への就任は問題外だった。ニミッツは当時自分の参謀長だったスプルアンスにも相談していなかったが、5月30日付で、中将への昇進の内定を出させて、司令長官の座を事実上確約させていた。 8月5日、スプルーアンスの第5艦隊司令長官への就任が公表され、メシュタの問題は指揮下の空母任務部隊司令官は誰かということになった。翌8月6日、ニミッツは空母任務部隊司令官にパウナルを当てることを公表した。スプルーアンスがパイロット出身の士官についてあまり面識がなく適当な人物を挙げようがなかったということもあって、 ニミッツが人選に当たった。人選の経緯はともかく、はっきりしているのは、ニミッツが、パウナルを、航空の、経験の深い人物とみなしていた点である。ともかく、第五艦隊の顔ぶれは、おぼろげながらできつつあった。パウナルの空母任務部隊は、差し当たって、第十五任務部隊と呼称され、1943年8月23日に、空母、ヨークタウンに、 正気を翻して、エセックス、インディペンデンス及び戦艦、インディアナなど、新鋭艦を率いて、新珠湾を出撃し、9月1日早朝に、南鳥島を爆撃して、偉人とした。続いて9月18日から19日にかけては、レキシントン、プリンストン及びベロウッドに、タラワを爆撃させた。タラワへの攻撃は、ギルバート諸島方面からの日本軍機の撤収を、 促し、資料が不足していた、ギルバート方面の写真偵察を成功させて、来たるべき、攻略作戦に良い資料を与える結果をもたらした。やがて、アルフレッド・イーモント・ゴメリー少将をトップに、第14位任務部隊も編成され、第14任務部隊は10月5日から7日にかけて、ウェイク島を爆撃した。一連の攻撃に、日本海軍は振り回され、 いずれの攻撃に対しても、第3艦隊と第2艦隊が出撃したものの燃料を消費しただけで、快適できず、阿川博之が言うところの、連合艦隊の第3歩と称する、空振り事件とはこのことである。また、この3つの攻撃を通じて、海軍は、空母任務部隊の運用方法について、人形や戦術などの改善を重ねていった。大きく改善された点は、 これまで一隻の空母ごとに任務群を編成して行動していたが、第15任務部隊及び、第14任務部隊では、初めて複数の空母で任務群を編成した。空母任務部隊は徐々にではあるが経験を積み、また規模も大きくなっていった。11月に入り、ギルバート諸島攻略のガルバニック作戦が差し迫ると、スプルーアンスは、第15、第14任務部隊を、 第50任務部隊として再編成し、下に4つの任務軍をぶら下げる編成とした。パウナルは第50.1任務軍を直接引き、以下アーサー W ・ラドフォード少将、モントゴメリー、そしてテッド・シャーマンが残りの任務軍を引いた。任務軍は先方担当、北部担当、南部担当、後方担当と任務が分担され、さらに、 ウィリス・エイリー少々率いる戦艦部隊も指揮下に付けられた。モントゴメリーとテッド・シャーマンの任務軍が、ハルゼーの要請によるラバウル空襲のため、一時的にギルバート方面から離れたが、攻撃期日までには復帰した。11月19日、第50任務部隊の関西機はギルバート及び、マーシャル諸島各地を爆撃し、その成果には、パウナルも一定の満足を示した。 作戦自体は、第一次世界大戦並みの古い戦闘方法と、タラワでの頑強な抵抗で遅い歩みで進み、そのため11月20日の夜には、インディペンデンスが、日本機の夜間来撃で損傷した。しかし、多大な損害を出しながらも力押しに押した結果、作戦の目的は達せられた。第50任務部隊は引き続き、マーシャル諸島近海を有力し、来るべき、 攻略作戦に備えて、クエゼリン艦将を攻撃することとなった。この時点では、マーシャル方面の偵察写真も、航空圧力も十分ではなく、第50任務部隊のみが、唯一の航空兵力だった。パウナルは、少ない資料ながらもクエゼリン及びオージェ領下2将への攻撃を決し、急速に目標に接近していった。攻撃は12月5日に行われ、 クエゼリン艦章内に在泊中の軽巡洋艦、ながら及び、イスズをはじめとする艦船は、大なり小なりを損害を受けた。クエゼリンへの攻撃が終わると、パウナルは、午後には、ヨークタウンの攻撃隊に、ウォッジェを攻撃させ、すべての攻撃が終わるや、稲や東方への移動を命じた。夜に入って、日本機の反撃により、リキシントンが損傷したが、 第50任務部隊はこれ以上の被害を受けることなく、真珠湾やエファテ島に帰投した。しかし、パウナルの戦闘経験はここで終わりを迎え、二度と空母任務部隊を指揮することはなかった。占領後のクエゼリンにて、その他は、左端スプルアンス、左から3人目、ジェームズ・フォレスタル、右から4人目、ホーランド、スミス・南鳥島攻撃からクエゼリン攻撃までの、 間、パウナルの式ぶりには一定の不満と擁護の声が上がっていた。不満の焚き付け役は、ヨークタウン艦長で、直行こと、ジョゼフ・ジェイ・クラーク大佐だった。チェロキーの血を引くクラークの目には、パウナルの式ぶりは消極的に移り、実際に、航空出身者からは、そのように思われても仕方ない行動が目立った。以下は、その一例である。クラークは一連の不満を、 パウナル自身やスプルーアンス以外に対して片っ端から訴えに出た。具体的には不満の届け先はタワーズ、ニミッツ、キング、そしてフランクリン・ルーズベルト大統領であった。クエゼリン攻撃での事故に関してはタワーズも不満を感じており、ニミッツにパウナルを更迭してはどうかと進言していた。上述のようにニミッツはタワーズを煙たがっていたものの、 タワーズの参謀長だったフォレスト・シャーマンを自身の航空参謀として融通してもらい、航空関係者の評価についてタワーズの助言を求めるなど関係に微妙な変化が起きていた。一方、パウナルの直接の上官であるスプルーアンスは全く逆の評価だった。また、リーもパウナルの式ぶりに一定の評価を与えており、スプルーアンスへの手紙の中でパウナルが指揮する。 航空作戦を見るのが楽しみなこと、戦闘機の運用が巧みであることを伝えていた。しかし、パウナルの処遇をめぐる話は、パウナル本人や、スプルーアンス抜きで進み、12月末に至って、ニミッツ、タワーズ、太平洋艦隊参謀長の、ソックことチャールズ・マクモリス少将、そしてシャーマンによる四者会談が持たれ、この会談でついに、パウナルの更迭が決まり、 その後任には、パウナルの後任として、西海岸艦隊航空団指揮官を務めていた、ミッチャーに決まった。相談なく、一方的に人事を決められたスプルーアンスは怒りを見せ、タワーズが言うところの、パウナルは、パイロットたちの信頼を失っているという非難は、ナンセンスであるとし、タワーズは、野心的な動機からパウナル鋼鉄のような人事を、ニミッツに提案したと思い込んで、 後の階段で意見が真っ向から対立して妥協の余地もなかったこともあって、スプルーアンスはタワーズを敵とみなして憎み、野心家と決めつけて嫌うようになった。パウナルの式ぶりが本当に批判の対象になり得たのかは見方は様々である。真偽の程はともかく、パウナルはクエーカーだから強引な戦闘を好まなかった、と主張する者も,もいる。 少なくとも、歴史ンとインディペンデンスが反撃で損傷したことと攻撃が不徹底と指摘されながらも、第50任務部隊の艦艇の損害がその程度に収まったことは確定しており、また潜水艦によるパイロット救助任務が本格的に行われ始めたのも、第50任務部隊の作戦を通じてのことだった。潜水艦によるパイロット救助任務は、 以後の海軍の作戦は元より、アメリカ陸軍航空軍にも適用され、例えば、日本本土空襲を行う B-29 も、その恩恵に預かった。パウナルは決して、クラークあたりが指摘するところの、及び腰で、潜水艦に捜索任務を丸投げしていた、わけではなく、むしろ公認のミッチャーがこのやり方を、伝授され、少しやり方を修正しつつスタンダードにしていった。 これによりパイロットの士気は高く維持され、高度に訓練されたパイロットの損失はできる限り、低減された。タワーズが批判したクエゼリン攻撃でも、写真偵察により建設中の爆撃機用滑走路が発見されたため、クエゼリン攻略の期日が繰り上げられた。爆撃機用滑走路のある島の攻略が優先されていたからである。しかしながら、パウナルの鋼鉄は、 本決まりとなって、対名状態となり、1944年2月23日付で、太平洋艦隊副司令官として転出する、タワーズと入れ替わるように、ハワイの太平洋航空部隊司令官となることが決まった。ハワイに転出するまでの間、ミッチャーをなおも信用していなかったスプルアンスは、タウナルを自分の航空助言者として帯同させた。もっとも、 2月17日のトラック島空襲を境に、スプルーアンスはミッチャーへの偏見を改め始め、2月23日のマリアナ諸島空襲は、スプルーアンスとミッチャーが完全に意見を一致させて、行われた、最初の作戦となった。ミッチャー就任後に、第58任務部隊と呼称されるようになった、高速空母任務部隊は2月20日に、クエゼリンに帰投し、パウナルの、 役目もここで終わった。パウナルは太平洋航空部隊司令官の職をしばらく務めた後。後太平洋を離れてフロリダ州ペンサコーラにある海軍飛行学校に教官として赴任した。戦争終結後の1946年5月30日、パウナルはグアムの軍政知事に就任する。グアム党政府の体制を整理し、グアムの旗とグアムの紋章を制定した。 二年後の1948年、パウナルは、ジョン・エル・サリバン海軍長官の容認のもと、知事の承認の可否にかかわらず、グアム議会が独自に法律を作成できる体制づくりに尽力した。しかし、グアム議会側から、アメリカ国民を議会承認を経て召喚できるように、する、法律案が提出された際、パウナルは、その承認を拒否した。この頃、グアムで、 婦人服店を経営しているエイブ・ゴールドスタインによるアメリカ人を含む虐待疑惑が噂された際に議会はゴールドスタインを召喚しようとしたがゴールドスタインはパウナルの拒否を理由に証言を拒否した。グアム議会はゴールドスタインを侮辱罪で告訴し逮捕令状を発行したがこれもパウナルの命令によって効力を失った。 騒ぎが大きくなったことにより、パウナルは、グアム選出のアメリカ合衆国会大議員で、グアム議会の議長でもあるアントニオ・ボルハ・オンパットに、ことの責任を押し付けようと図ったが、真相を知った。ウォンパットは、パウナルの行為に反発した。ウォンパットの反発に議会と、議会寄りのメディアが抗応して、パウナルとパウナルを擁護するメディアに対して、抗議を行う一方、 グアム戦住民に市民権を与える、要要求する、法案を決議し、アメリカ合衆国議会がこの問題に向き合ってくれるまで、パウナルの命令をあくまでも拒否する姿勢を打ち出した。3月12日、パウナルは特別統合議会を招集したが、ほとんどの議員は出席を拒否。これを見たパウナルは、この際に出席を拒否した自分に不実な議員を全員、 排除しようと画策し、実行に移した。これに対し、議会を解任されたグアム住民代表議員とグアムの19、村の代表12名は、パウナルが据えた議員をあくまで認めないことを決めた。グアムでの騒動はついに、ワシントン DC にも届き、トルーマンは騒動の調査を命じる。これと、並行してトルーマンは、グアム暫定仮政府を立ち上げ、4月2日に、 パウナルに対して解任した議員を復職させるよう圧力をかけた。翌1949年9月、グアムの管轄は内務省に移され民政に移管したことを受けてトルーマンはパウナルを解任し公認としてカールトン・スキナーをグアム最初の民政知事として任命した。かくしてパウナルはグアム最後の軍政知事となった。 1975年7月19日、パウナルは87歳で亡くなった。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、三河軍一、栗田武夫、後藤存次、戸塚道太郎らを排出した38期に相当する。ありがとうございます。